まずはブライトアイズ。西アフリカのジャングルに住んでいた野生のチンパンジーである彼女は、ある時密猟者たちの罠によって捕まり、サンフランシスコの研究所に送られました。そこでアルツハイマー病を治療するために人工的に作られたウイルス ALZ112 を投与され、約2ヶ月後驚くべき知性を発揮。また研究所にいる間に彼女は密かに出産しており、これが後のシーザーとなります。しかし ALZ112 の研究成果を披露するために研究員たちが彼女を檻から出そうとした時に、彼女は息子シーザーを守るという母性本能の影響で研究所内を暴れ回り、最終的に警備員に射殺されました。次はシーザー。サンフランシスコの研究所でブライトアイズの息子として生まれたシーザー、半ば強引に押し付けられ、科学者ウィル・ロットマンは母親を失った彼を育てることを決意。シーザーは ALZ112 を投与された母親の遺伝で、幼少期からその知性の高さを発揮し、ウィルやその父から愛情深く育てられましたが、あることをきっかけに他の人間に危害を加えたことで霊長類保護施設に収容されることに。そこで後に紹介するモーリスやロケット、コーネリアと出会い、自分の居場所を見つけた彼は再び引き取りに来たウィルを拒絶。自由を求め他のエイプたちに ALZ113 を吸わせ、計画的に施設を脱走。動物園のエイプたちも解放し、一同は森に向かいました。2作目ライジングでは、10年ぶりに偶然人間と出会ってしまったことでエイプたちの中で共存か戦争かで派閥が分かれ、戦争派のコバと対立。コバの人間に対する復讐心が完全には理解できなかった彼ですが、3作目グレートウォーではマッカロー大佐に妻と息子を殺され、復讐心に火がつきました。人間との最終決戦を終えたシーザーは仲間たちを新たな住処に導き、静かに息を引き取りました。次はコバ。ある研究施設で生まれ育った彼は母親と親切な世話係ミアリーと過ごすことが多く、チンパンジーという言葉の意味も知らず、手話を使わない他のエイプたちを見下していました。ある時メアリーの代わりにアルコール中毒の世話係ロジャーが施設にやってきて、彼から身体的精神的に虐待を受けます。さらにはコバをかばうためにロジャーに襲いかかった母親は逆に彼に殺されてしまいました。次にコバが移送されたのはテレビスタジオ。そこでもまた人間たちに日々虐待を受け、しまいには顔をナイフで切りつけられ、タバコで左目を潰されてしまいます。その後いくつかの研究所を転々とし、多くの科学者に無数の実験をされ、彼の中で人間への怒りが膨れ上がることに。シーザーによって解放された彼は、最初は命の恩人であるシーザーに忠実ではあったものの、人間との共存への可能性を見出すシーザーのやり方に不満を持ち始め、最終的には反乱を起こします。またエイプはエイプを殺さないという掟を破り、自分に反抗する者はエイプであろうと殺し、最終的にはシーザーとの一騎打ちの末命を落としました。次はロケット。霊長類保護施設に収容されていた彼はそこでリーダーとして君臨していましたが、シーザーがそこに収容されてからヒエラルキーが一変。しかしシーザーが持ち帰った ALZ113 にさらされたことで知性が向上。シーザーと共に霊長類保護施設から脱走していこう、彼に忠実に従い副司令官となり、シーザーの息子ブルーアイズは彼のことを叔父のように思うように。自身の息子アッシュが人間に撃たれた際も人間への復讐に走らずシーザーに従うと公言。そのシーザーへの忠実さのせいでコバの反乱時には一時的にケージに入れられてしまいます。3作目グレートウォーでは妻と息子の命をマッカロー大佐に奪われ、復讐に燃えるシーザーに同行し、最後までシーザーや他のエイプに尽くし、最終的に新たな住処にたどり着きました。次はコーネリア。ロケットらと共に霊長類保護施設に収容されていた彼女はそこでシーザーと出会います。他のエイプ同様にシーザーが持ち帰った ALZ113 によって知性が向上し、シーザーらと共に森を目指しました。2作目ライジングではシーザーと結ばれ、ブルーアイズとコーネリアスという2頭の息子を授かります。また劇中で病気を患い人間に治療を受けたものの、3作目グレートウォーでエイプを追い詰める部隊の冷酷な大佐マッカローによってブルーアイズと共に殺されました。次はモーリス。2001年に生まれた彼はサーカスのオラウータンとして生活をし、その中でサーカス職員から手話を教わりました。15歳になる前に霊長類保護施設に送られ、そこで人間の恐ろしさを知ることに。その後同じく霊長類保護施設に収容されたシーザーと親しくなり、他のエイプと同様に ALZ113 によって知性が向上。2作目ライジングでは他のエイプとは異なり積極的に人間と交流を深めたり、小さなエイプたちに教育。3作目グレートウォーでも
少女ノバを死なせるわけにはいかないとシーザーを説得し、旅に同行させたりなど面倒見がよく、エイプの中でも最も穏やかな性格の持ち主。最後までシーザーに忠誠を尽くした彼は、シーザーが息を引き取るのを見届けた唯一のエイプでした。次はバック。霊長類保護施設の特製ケージに収容されていたニシロランドゴリラ。その大きさのせいなのか、施設の職員どっちに嫌がらせをされたことがない唯一のエイプであり、常にケージの中に閉じ込められていました。しかしある時、シーザーによってケージから解放されたことで、彼はシーザーに忠誠を誓い、他のエイプ同様に ALZ113 にさらされたことで知性が向上し、シーザーと共に外の世界に飛び出します。しかし最終的に人間から殺されそうになったシーザーを守るべく犠牲となりました。次はブルーアイズ。2018年にシーザーとコーネリアの間に生まれた彼は、他の進化したエイプとは異なり、青い目をしていることからブルーアイズと名付けられました。ロケットの息子アッシュだけではなく、後に妻となるレイクとも親しくなる一方で、10代になる頃には評議会のメンバーとして父シーザーから任命、また父シーザーの右腕のような存在であるコバとも親しくしていましたが、コバの反乱を通じて彼の本当の姿を知ることに。3作目グレートウォーでは、エイプたちが住む新しい住みかを探す旅に出かけ、その場所を見つけた後に長旅から帰還。しかしその夜、マッカロー大佐により殺されました。次はコーネリアス。シーザーとコーネリアの息子であり、ブルーアイズの弟。常に母親コーネリアと一緒にいた彼ですが、母親と兄を失った後は父親に依存するように。好奇心旺盛で初対面のノバやバッドエイプにもすぐに懐く性格。新たな住処を見つけるまで指揮を取ったシーザーはついに近づきましたが、コーネリアスは彼の死の瞬間を見届けることはありませんでした。次はアッシュ。2作目ライジングで初登場した彼はロケットの息子であり、シーザーの息子ブルーアイズと共に育ちました。ある時森で遭遇した人間にアッシュが発砲されたことで、エイプと人間の対立の火種がまかれ、コバの反乱により戦いが激化。コバに人間を殺すよう命令されたアッシュでしたが、それを拒んだことでコバにより殺されました。次はレッド。シーザーの指揮に疑問を抱いていた彼はコバ亡き後、他のコバの従者と共にシーザー軍から脱退。その後マッカロー大佐に捕まった彼は、一時は殺されそうになるもシーザーの元に連れて行くという取引に応じ死を免れました。シーザーの前哨基地を人間と共に襲撃し、結果的に捕らえられたものの、その際にウィンターと取引をし、ウィンターは人間側に寝返ることになります。マッカロー大佐の陣営ではシーザーを痛めつけたりなど終始憎たらしい存在でしたが、最終的にはシーザーを助けた後に人間に頭を打たれ命を落としました。次はルカ。3作目グレートウォーの12年前、サンフランシスコ動物園から解放されたうちの1頭であり、シーザーの軍に加わり、その後仮住まいの入り口をゴリラたちで守る壁を作るゴリラガード結成案をモーリスに提案。そしてその強さから評議会のメンバーとなり、バックの後を継ぎ副官となりました。2作目ライジングではコバが一時的にエイプの指揮を取っていましたが、その際ルカはシーザーに忠誠を誓っていたことからコバによって投獄されていました。3作目グレートウォーではマッカロー大佐に復讐を誓うシーザーと共に彼を探す旅に出かけますが、その過程でシーザーを守るために犠牲となりました。次はウィンター。アルビノゴリラの彼は毛並みが雪を連想させることから母親からウィンターと名付けられました。幼少期からシーザーが率いるエイプの村で育ち、父親がゴリラガードの一員だったため彼もそれに憧れており、その夢を叶えました。しかしその毛の色から狩りの時や隠れ物の時などは見つかりやすく、他のゴリラに劣等感を抱いていました。その後レッドのクーデターに知らず知らずのうちに加担してしまっていた彼ですが、シーザーらに今度は評議会メンバーとして再び迎え入れられます。それから2年後、レッドが人間と共に襲撃してきたことをきっかけに、ウィンターはレッドと再会を果たし、彼と取引を行い彼を逃すことに成功。その後マッカロー大佐側に寝返った彼は、残存部隊が放棄されたキャンプ場にいたところをシーザーらに見つかってしまい、彼らに窒息死させられました。次はバッドエイプ。シエラサファリ動物園出身の彼は、人間に長年バッドエイプと呼ばれていたことで、それが自身の名前なのだと信じるようになりました。猿インフルが流行し始めて以降、人間が猿を殺すようになったため彼は動物園から脱走。それからしばらく経ったある日、彼は一人の少女を見つけ、彼女が他の人間と一緒にいると勘違いし、シーザーらの馬を盗んでしまいます。シーザーらに自身の羊と経緯を話した後、彼らに説得され旅に参加することに。最終的に彼は他のエイプの脱出を助け、
彼らと共に新しい住処に到着しました。次はストーン。コバに忠実だった彼は2作目ライジングでコバと共に密かに人間たちの縄張りを調査。またコバの策略で人間がエイプの村に火をつけたと見せかけるために村を燃やした張本人でもあります。エイプと人間の戦いにおいても指揮を取るコバに忠実に従っていた彼ですが、コバ亡き後は再びシーザーに忠誠を誓ったものの評議会メンバーから外されてしまいました。3作目グレートウォーではマッカロー大佐の基地に抜け穴を掘ったバッドエイプに最初に気づきました。次はグレイ。サンフランシスコ動物園から解放されたエイプのうちの一頭でありコバやストーンと親しくなります。ストーンと共にコバに従ったものの、コバ亡き後はストーンと共に評議会メンバーから外されてしまいました。そんなグレイを説得してシーザー軍を晒したのは同じく過去にコバに従っていたレッド。グレイはコバの従者で構成される独自の部隊を作りましたが、レッドがコーネリアを殺そうとしたことに反対したことでレッドにより殺されました。次はスピア。サルインフルが世界中に流行った際、スピアは軍に捕らえられウイルスの治療法模索のために拷問を受けましたが、他のエイプに解放されシーザー軍に加わり地道に彼の信頼を勝ち取り評議会メンバーとなります。ミオウツ公園の塹壕に駐屯していた彼は人間たちの襲撃に遭うもなんとか4人の人間の兵士とレッドの捕獲に成功。レッドがシーザーを嘲笑った際に怒りをあらわにしたのも彼です。彼は他のエイプたちと共に新たな故郷を探す旅に出かけましたが、途中でマッカロー大佐に捕らえられスピアは X 字型の十字架に縛られていたところシーザーに解放され彼の腕の中で命を落としました。はい、いかがでしたでしょうか。皆さんが好きなエイプもぜひコメントで教えてください。チャンネル登録、コメント、高評価、ツイッターの方もお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。